2023年ホームラン王、打点王、最高出塁率などキャリアハイを残した福岡ソフトバンクホークス近藤健介選手の自主トレに潜入。近藤選手がいたのは鹿児島県大島郡は徳之島天城町総合運動公園野球場で自主トレを張っていました。徳之島での自主トレは今年で7年目だそうです。毎年3割を残す一流打者の練習とは一体いかほどかということで、私徳さん単身で乗り込む。これ徳之島7年目じゃないですか、はい、毎年テーマって何かやっぱ設けられるんですか。でもまあ最初は、はい、前の年の感覚で、はい、よかった、ことを継続的にやるみたいな感じで、はい、ここ2年ぐらいですか、はい、はやっぱ長打とか、うんうん、そういうところを増やしたいっていうので、なんかまたここから新たな感覚で、あ去年はドライブライン行ってここ入りました。あなるほど。今年はこうなんかスキルコーチ、バッティングのスキルコーチ呼んで、はい、引き出しを増やしたい。あ実際シーズン入ったら自分の感覚になっちゃうんで。なるほど、はい、その前に無意識にいい感覚になるような、そうですよ本当に。あどうしてもまあインパクトの感じとか、ね、感覚になっちゃうじゃないですか、はい、練習してても。そうですね、その感覚が自分がいいって思うのものが自然と今やってるところにつながればなとは思ってますけど。はあ、まずは近藤健介選手の打撃練習ご覧いただきます。じっくりとご覧ください。ナイスタッチ。うわー、帰った。うわー、ナイス。うわー、ナイスタッチ。ナイスバッティー。帰った。先ほどから帰った帰ったと言ってますが、見た感じいい打球なんですが、近藤選手にとっては良くない。その理由は動画後半のドリルで紹介いたします。しかし美しいですねバッティング。わー、そうだ、下がってる。パワーアップに成功した近藤選手は昨年26ホーマー、大幅にホームランを増やしました。そのきっかけとなったのはアメリカでのある出来事だったそうで、ドライブラインって、はい、僕の今持ってる筋力で、はい、バットスイング、はい、スイングスピードも出せてましたし、そのスイングスピードでどれぐらい飛距離が出るっていうのもある程度平均的にできてます。あスピードがある程度出て、はい、そのスイングスピード通り打球がいってるってことは芯に渡ってると思います。そうですね、スイングじゃ改善ってあんまないなみたいな。なるほど、はい、根本筋力スペックを上げていくという、そうですね、そういう、まあ、去年今年の自主トレという。そうですね、あだから、まあ、トレーナーもお願いして1年見てもらえるようになって、シーズン中もだいぶウェイトの量は落ちずに。でも疲れてる中でウェイトするそのマインドを持っていくのって結構パワーいりません？いりますね。本当自分一人だったらできてない日とかもあるんですけど、あトレーナーがいるんで。なるほど、はい、やるよと、はい、まだそこら辺は気持ちが弱いんで。いやそれは多分誰しもだと思います。そっか、そこの甘えはさせてくれないんで。ここからはそんな近藤健介選手が実践する打撃ドリルもね全部見せます。はい、もしご自宅にいらっしゃる方はバット
ットをぜひ用意して、そして移動中などの方は脳内でイメージしてぜひ実践してみてください。まずですね、椅子の上にタナーティーを置き、胸元ぐらいの高めに設定。そして左腕とバット、バンドを通しつなげています。そこから正面を向いて左腕のみでティー。トレーニングこれ。なぜかゴム巻いてんの。まあ、教わったのは、はい、スピード乗らないとやっぱ弾き返せないじゃないですか。はい、まあ、僕とかの癖はボールに対してやっぱ手が先行して、はい、動いちゃうんで加速がこの辺なんですよ、一番加速するのは。なのでまあ手はしっかりキープしたままヘッドがこう回ってくるような練習ですね。なるほどなるほど。後ろからじゃないですけど、そこから加速させていくよってい う、はい、で体が回ってくるっていう。あ、どうして もう抜けちゃうとやっぱ後ろから入ってこれないんでラインも短くなりますし、そこを強制する練習ですね。あ、続いては両手で短く持ち、先ほどバンド繋いでますね、手首を開外させる動きです。これポイントとしては本田選手も言ったんですが、ヘッドを遠くに回す意識がとても大事なんだそうです。そして続いてバンドを外し、斜めに構えて開外し、肘を伸ばしていく、そういう動きです。開外から打ちたい方向に肘を伸ばしていく、この時決してヘッドは返さないように注意と。感覚ではまあいろいろ考えてましたけど、はい、こんなドリルとかはあんまりやってこなかったんで面白いですね。やってみて手の位置を保ちながらバットが伸びてくるっていう。なるほど、ここ回すというより、ここまでしっかり伸びてきて回ってくるっていう。なるほど、回すというかもう伸ばして勝手回っていくっていう。どうしようここから。はいはいはい、そうですね、軌道がやっぱ変わっちゃうんで、はい、ああなるほど。これがやっぱ僕も多分みんなもそうなんですけど、うん、取れてないっていうのは言われますね。はあ、まだまだ続きます。続いてはティーを真ん中低めに設定、斜めに構えて海外から肘を伸ばすまでエクステンションですね。この時胸もしっかり回すことが大事とのことです。トップハンドがこう返っていきますもんね。そうそう、それを返さないように最後まで行くっていう。それがむずいんですね。そこでカツンというスピード出そうと思ったらこっちの方が出そうじゃないですか。いやそうっすよね、はい、癖ついてるというか。そこがむずいっす、マジで。だってもう長年癖ついてきたものですから、やっぱこうトップハンドがやっぱボトムハンドこう追い越さないといけないみたいな。はい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 、その前にやっぱどうしてもこうなっちゃうんですよね。うん、確かに。これがやっぱむずいっすね。打つってなった瞬間に左手がこうガーってね、そうそうそう、はい、それの方が強そうじゃないですか、うん、そうじゃなく それもでも言ってましたよ菊池さん、うん、それの方が強いかもしれないけどやっぱあの軌道がやっぱずれるから。あー確かに確かに、追い越すとこう起き上がってきますからね、はい、ヘッドが、はい、その動作がやっぱ一番無駄っていうか、あコンタクト率がちょっと下がるそうですね、うん。続いてティーを真ん中低めに設定、今度は通常の構え、そこから同じ動きですね、海外から肘を伸ばすまでをします。もちろん胸もしっかり回す。これ胸回してるんですけどトップハンドは返してません。近藤選手が悶絶したようにこのヘッドが返ってしまうとバット軌道がずれてミスショットに、非常に繊細なドリル。そしてさらに難易度の高いドリルまでご紹介します。今度はティーを外角低め、そして内角高めに設定してあります。この後伊藤近藤選手から説明あります。
うん、じゃあ、そうしましょう。これ外打つときはうちのボールに当たらないように。そうですね、はあ、やっぱ手が先に出てこの時点やっぱ確かにこうなんないと当たらないようにしかできないじゃないですか。それ手の位置が動くって絶対ありえないんで、はい、手がこう来ちゃったらもうこう当たったら、なるほど、帰ったらエクステンションってこう伸びる動作が入ってこないと、はい、こうロールした時点でやっぱ手が下に下がるんで、はあ、当たっちゃうっていう。なるほど、分かりやすいですねこれ。確かにいろんなドリルをやった中でも スタートの時点で間違えたらもうアウトっすね。はあ、い、ね、ボールからこう下がったり、そうかそうか、そしたらやっぱ上げて打たないといけない、はい、それでやっぱ絶対スピード落ちるんで、これはやっぱ分かりやすいですね。あ、まあダメですね。なるほど。はあ。これ簡単そうにやってるんですけど、すごい技術が日々の積み重ねでしょうね、おそらく。さあ明日はもっと深掘っていきます。今は手応えあったっすか。今の良かったっすね、最後さ外角寄りの外をちょっとセンターと後ろから入らないで、やっぱ外の球を後ろから入ってしっかり、はいはいはい、その軌道でこう前に伸びてこないと、まあ、外の球をこう行っちゃった時点で、はい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 、もう入られて少しこうライン、はい、はい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 、走っちゃうんで、すごいもう細かい作業ですね。めちゃめちゃ、あ、よく打ててたなと思います。逆に回るためには手が絶対に後ろから来ないと、はい、日本全国のバットマン必見です。近藤健介選手の打撃すべてお見せします。おまけ。ちなみに私が取材した日、近藤健介選手午前中の朝室内でピラティスをしていました。ピラティスとは、まあ、主に体の柔軟性を高め強化しバランスを整えるためのメソッドなんですが、まあ、インナーの強化であったり、まあ、柔軟性を出すことによっての怪我防止にも効果的ということで、私徳さんも昨年から定期的に取り入れている種目、まあ、近藤健介選手のバッティングっていうのは非常にしなやかなんですけども、実はその鍵にはこういうトレーニングがあるのかもしれませんね。ちなみに2016年から自主トレで取り入れているとのことです。その他にはサングラスをかけたこんな練習もしてました。いろんな練習してます本当に。当たってない今。点滅するサングラスをかけて視界を遮られている中で浮かしたボールにボールを当てるという、まあ、そういうトレーニングですね。集中力系という。さらにこれ赤が光ったら右手右足、紫が光ったら左手左足で触っていくという、そういうトレーニング。視野が制限されてるんで、あ、その中での、まあ、集中力もそうですね。あ、なるほど、はい、これは単純に平周辺視、周辺視で、こっちは頭と体を一致させる、目からの伝達を早く。なるほど、はい、あ、そんな感じですね。面白いですね、いろいろ取り入れて。